湯田上温泉若竹さんへ本日はやってまいりました。みゆきの突撃リポート。あ、今日は32回たけのこと山菜を味わう会ですね。それでは入ってみましょう。わー、浴衣がある。若竹さんでは女性限定の選べる浴衣があるんですね。すいません、浴衣をお借りできますか。はい、ありがとうございます。はい、クリーニングの代として500円頂いております。そうですか、はい、ではこれとこれをお借りできますか。はい、どうぞ。はい、楽しみですね。さあ、お風呂に入って浴衣に着替えよう。夜の部で、約100名様のお客様をお迎えすることができました。本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。皆様からもうタケノコ出たかねってすぐ4月に入りますと早速お電話で注文のお電話をいただくんですけれども、今年は暑くなったり寒くなったりの寒暖の差があるせいでしょうか、なかなかタケノコの盛りをまだ迎えないところでございます。でも今日はですね、この日に合わせまして地元の、湯川地区、そしてそれからずっと本田上、原ヶ崎、で萩生田地区の皆様から、タケノコを掘っていただきまして、今日の皆様をお迎えすることができました。本当に感謝申し上げます。一緒にご唱和願います。じゃあ元気を出して乾杯。ありがとうございました。それでは本日のタケノコと山菜料理を、簡単に説明させていただきます。菊型の青磁の小鉢に入っておりますのはですね、メカブで、その上に乗せてありますのが、ギョジャニンニクとイカです。それで割り醤油を貼ってあります。それが山菜を使った前菜なんですけれども、一番左からですね、水の実の明太子和え、それからその右がですね、ふきのとう味噌、そこに立てかけてありますのが、のびるの甘酢漬け、その右がですね、あけびの目のごま味噌マヨネーズがけ、一番右がですね、タラの目に落花生をかけたもの、それからお作りですが、タケノコとマグロと南蛮エビ、それで上にわさびの花が添えてあります。それから厚物はこれから出しますけれども、吸い物なんですがタケノコの吸い流し、中に塩でという山アスパラと呼ばれている山菜が入っております。それから焼き物ですが、牛肉とタケノコの炒め物、それから煮物ですけれども、タケノコとバスの炊き合わせ、それから抜くものとしてですね、銀鍋でコンロにかかっておりますのが、タケノコとエビとホタテとアイナメに、スープを張ったものですね。中にうるいが入っております。それから揚げ物はこれからこちらで揚げますけれども、こごめとふきのとうと干し油の天ぷら、それから青い鉢にガラスの鉢に入っておりますのが、酢の物でしてね、タケノコとわらびとエラクサ、そのサラダになっております。それからしのぎとして後でお持ちしますが、田上さんのそば粉を使った10割そば、それから食事は白いパックに入って紙で包んでありますけれども、たけのこご飯です。それから一番最後になりますが、よもぎ豆腐と田上さんのいちごを使った甘味になっております。以上でございます。
タケノコのお刺身からいってみたいと思います。これはもしかして露天風呂で生えていたタケノコなんでしょうか。もう柔らかくって本当に今もう旬ですよね。じゃあ酢の物を食べたいと思います。タケノコとわらびと、貝柱とホタルイカ。あ、わらびですね。これまだ今年は私初ですよ。初わらび。初わらびね、え、素晴らしい。これこれ、この味。わー、美味しそう。こちらもタケノコが入っています。わー、わー、美味しそう。じゃあここにあるのみんな飲んでいいんですか。すごい。いただきます。揚げたて、はい、うわー、こし油、はい、ふきのとう、わー、いただきます。はい、あ、天ぷらいただいちゃおう。揚げたて食べました。これはこし油ですね。あ、天ぷらにはお塩をかけてと言ってました。でございます。あ、はい、ありがとうございます。え、本当ですか。はい、まあ、はい、どうぞ。お蕎麦がやってまいりました。お蕎麦に行ってみたいと思います。ごま道十割蕎麦ね、中にはわらびが入って、わらびと一緒にいただきます。わー、たけのこご飯。お家持って帰ろう。若竹さんのね、心尽くしですね。